高さ5.63メートル、長さ100メートルの歴眼室の岩盤情報に掘られている。明治時代までは旅人をこの岩盤の上で見送るという習慣があった。傷の魔害物は神戸市西区おしべだにち傷に現存する阿弥陀如来座像と六体地像の魔害物。1999年2月24日に神戸市指定記念物に指定されている。 キズマガフッツ全体像高さ5.63メートル、長さ100メートルの歴眼室の岩盤情報に高さ32センチメートル、幅220センチメートルにわたり、堀久米中央に、阿弥陀如来座像、及び左右に3体ずつの六地像が洋国にて、配置されている。室町中期にあたる1467年の作で、造用は形式化している。石大工の名は、氷ょえ。 阿弥陀如来座像の顔面から肩にかけてと、右端の地蔵顔面に剥離が見られるほかは、ほぼ完全な形で現存する。兵庫県内に現存する中世の魔害物は、約40箇所であるが、名が入ったものは12箇所であり、石大工の名が掘られている例は希少。中央に、阿弥陀如来座像、および左右に3体ずつの6地蔵が洋国にて、配置されている。魔仏前の道は、 平野清盛が神戸に遷都した1168年、頃から主要街道として栄えた。摂津、播磨の国境に近く岩盤の上、下ともに中世には交通の要所であったために、安全を祈願し制作されたものと推測されている。多くは、東播磨より、日踊り越を経由して、兵庫津へ至るものが多かったらしい。また、岩盤の上面つらは、 大きく平らな一枚岩であるために、広場の様相を呈し、木津の集落では、伊勢港の伊勢参りの檻には、旅人をこの岩盤の上で見送るという習慣が、明治時代まで続き、これを、坂迎えと呼んでいたという。しかしながら、現在では、自動車も通行できないことから錆びれ人通りは稀で、ある。道を隔てすぐ向かいの川はせき止められ、河地と呼ばれる池を形成しているが、 水を張る時期は少なく、常に乾いた底を見せている。ありがとうございます。